聞こえるか、この悲鳴が。見えるか、この歪みが。このままでいいはずがない。許されるはずがないのだ。我々は成し得なければならない、叶えなければならないのだ。この死の願いを我々ニーズヘッグが。地を変える、この地を変えてみせる。あのお方の意志のままに。ここがサイラン連合国の首都リブナスか。リッピー、種の反応はどう？この辺りに反応を感知したのは確かなのですが、むむむ、なぜか今は見当たらない様子。反応を感知できなくなる、何かの要因で種の魔力が偶発的に弱まった。いやいや、何者かが別の場所に移した。いやいや、種に封印術を施した。いやいや、考えてもわからないなら足を使って情報を集めてみようか。そうですね、周囲で何かあったかもしれませんし。そうだね、街の空気もちょっとピリピリしてるみたいで気になるよ。いいよね。え？サイラン連合国のこと？私も本で読んだくらいでしか知らないけど。サイラン連合国は複数の領国からなる国家連合なの。だから各領土の間で内紛が絶えないみたい。またここは周囲を大きな山脈に囲まれた土地柄、陸路が非常に困難な場所です。かつ過去に鎖国のような政策をしていたことから、近隣諸国との交流もそれほど活発ではない国のようです。あれ、リッピー詳しいね。書物で読んだ程度ではありますが、私も多少は地上のことを学んでおりますので。すごいね、私も冒険者として負けないようにしないと。それじゃあ行こう、リッピー。このように大きな町ですとよからぬものもいるかもしれません。お二人ともくれぐれもお気をつけください。種に関しての情報はなかったけど、この国の状況が分かってきたね。近年、発展に陰りが見え始めたのを機に、軍隊の増強を進め、富国強兵の政策を行おうとしている軍国派。
隣国と歩みを共にする協調姿勢で解決に導こうとしている調和派。お互いの意見がぶつかり合って国が二つに割れてたなんてね。先ほど通りかかったお店に軍国派お断りという紙が貼ってありました。さらにはその中でも乱暴な輩が自らの派閥の拡大のために一般市民を虐げており、民からの不満も大きいようで、これは根が深そうな問題でございます。すごく辛い状況だね。君は何か気になることあった？そっか、オルドレ国から貴族様が見聞の旅に来てるんだ。オルドレ国といえばサイランの数倍はある大きな国ですね。この国の現状から学び取ることは多いはず。そういった目的で足を運ばれたのでしょう。しかし3人聞き回ってみて、肝心の種の情報がつかめませんでしたね。はてさて、どうしようか。そうだね、もう少し聞き込みをしてみようか。他にも情報があるかもしれないし。クソ、どこ行っても人ばっかじゃねえか。歩きにくいっつうの。城への挨拶回りも終わって自由にいろいろ見て回れると思ったのによ。ルーン君、ここは大通りなんだから人が多いのは当たり前よ。ぶつからないように歩きましょう。うぜえな。ほら邪魔だ、どけ。俺を誰だと思ってやがる。俺はオルドレのルーク・フォン・ファブレだぞ。あれがオルドレの貴族様か。探す手間が省けたな。こっちもダメか。これだけ聞いてダメなら町の外を探して。いってえな。おい、どこ見てんだよ。ルーク、今のはあなたがよそ見をしていたからぶつかったんでしょ。は？道のど真ん中でボケーっと突っ立ってんのが悪いんじゃねえか。ごめんなさい、怪我はないかしら。ええ、大丈夫です。それならいいのだけど。そうだわ。ねえ、あなたたち、さっき深刻な顔をしていたようだけど、何か困っているのかしら。私たち探し物をしているんですけど、なかなか見つからなくて。探し物？何を探しているの？これくらいの大きさのちょっと変わった色をした種です。それ手伝わせてもらえないかしら。さっきルークが迷惑をかけてしまったから、そのお詫びも兼ねて。おい、ティア、何勝手に決めてんだよ。ルーク、これはあなたのためよ。私たちは見聞の旅をしているんだもの。国に戻るまでの間にあなたはなるべくいろいろな経験をしなければならないのよ。それを忘れないで。偉そうに。それでどうかしら。ねえリッピー、大丈夫かな。救世主様もおりますし、芽吹いていないのであれば比較的安全かと。
わかった。おい、そこの犬、もしかして言葉喋れるのか。失礼ですね、私は犬ではありません。どこをどう見ても犬だろうが、変なやつ。私はリッピと申します。こちらがサル様で、こちらが救世主様でございます。はあ、まあいいや、俺はルーク、こっちはティアだ。よろしくお願いします。手伝っていただけるなんて助かります。いいのよ。それでどこを探せばいいのかしら。町の外を調べてみようと思っています。町中は大体調べたので。町の外、これってうまくしたら俺自由になれるチャンスじゃねえか。おい、早く行こうぜ。急にどうしたの、ルー君。別にどうもしてねえよ。こいつら困ってるんだろ。なら早く探してやろうぜ。そうね、それじゃ行きましょう。ちょっと待て、行くのは俺だけでいい。ティア、お前は留守番だ。ルーク、何を言い出すの。うるせえな、俺が経験積むための旅だろ。だったら俺一人でやった方がいいに決まってんじゃねえか。そう、分かったわ。外には魔物もいるし気をつけて。上がってるっつーな。おい、早く行こうぜ。ルークさん、なんだかご機嫌ですね。何かいいことでもあったんですか。ああ、口うるせえやつがいなく。どうなんでもねえ、今のはなしだ、忘れろ。それより、町の外ってどこを探せばいいんだ。町の周りをぐるっと見てみるつもりです。なんだそりゃ、そんなんで見つかんのかよ。まあいいや、行こうぜ。わざわざ自分から狙われやすくするなんて、あの貴族様、自分の立場分かってんのか。けどこれで仕事がしやすくなった。リオンさん、少し小耳に挟んだんですが、オルドレの公使様がサイラン連合国に入ったそうですよ。サイラン連合国に。見聞の旅だそうですよ。にしてもあの国の情勢に例の情報、さらに公使様と、全体的に嫌な予感しかしませんね。行くんですか。少し気になることがある。お前は引き続き情報を集めてくれ。わかりました。気をつけてくださいよ、リオンさん。そういえば、お前らはなんでその種ってのを探してるんだ。珍しい花でも咲くのか。そんな感じかな。
そんなもん探し回るなんて変わってんな。そう言われると確かにそうかも。世界を救うためとはいえ、傍から見るとそう見えるのでしょうね。あ、世界？何でもございません。それじゃあそろそろ本格的にこの辺りを探していこう。頑張ろうね。おい、全然見つからないぞ。小さいものですから仕方ありません。気長に参りましょう。そうだね、まだ探してないところもあるし、そっちに行ってみようか。あー、かったり。せっかくティアもいねえのに。もうあいつらほっぽってどっか行くか。あ、いい木陰じゃねえか。とりあえずちょっと休むか。自分から一人になるなんて。オルドレのルーク・フォン・ファブレ、一緒に来てもらうよ。なんでお前ら。ルーク、本当に大丈夫かしら。ルークが誘拐。あなたたち、今の話詳しく聞かせてくれるかしら。種、見つからないね。もしかして本当にないのかな。その場合は、あのスマホの反応は何だったのでしょう。今のところ異変はなさそうだし、一度町に戻ってどうするか考えようか。かしこまりました。あれ、そういえばルークさんは近くにはいらっしゃらないようですね。どうやらはぐれてしまったようです。魔物も出るのに急いでルークさんを探さないと。あ、どうしたの。人の気配ですか。あ、確かに囲まれてる。一体誰。あなた方、その鎧はサイランの兵士様でしょうか。ティアさん、こ
この状況は。ティアさん、いいところに。あの、私たち訳が分からなくて。あなたたち本当に。答えて、ルークはどこ。ルークさんとは途中ではぐれてしまって、どこにいるか私たちにも分からないんです。あなたたちが戦おうとしているのはサイランの兵士よね。なぜそんな事態になっているの。え、それはこの人たちがいきなり襲ってきて。町ではあなたたちがルークを誘拐したという話で持ちきりよ。誘拐？どうしてそんなことに。誤解です。詳しく聞かせてもらうわ、何がどうなっているのか。救世主様、サラ様、これは理屈でどうにかなる状況ではないようです。一度引いて体勢を整えましょう。あ、リッピー待って。逃げた。まさか本当に。ルーク、ティアさん、やめてください。だったら話して、逃げたりしないで。そんな、私たちそんなの知らないよ。もう一度聞くわ、ルークはどこ。ルークさんとは途中ではぐれてしまったんです。だから居場所は分かりません。話を聞いてください。ダメです、サラ様、ここは一度引いてください。あの子たちが本当にルークを誘拐したとは思えないけど、でも断言できるだけの証拠がないのも事実だわ。でもそれを言えば、兵士だからといって信用できるという保証もないわね。もう少し調べてみる必要がありそうね。それにしてもサイラン連合国の情勢は分かっていたはずなのに、ルークの単独行動を容認した私のミスだわ。ルーク無事だといいのだけど。ある程度距離を取れたようですね。一体何がどうなってるの。救世主様、サラ様、私の考えをお話しさせてください。これは罠だと考えます。罠？誰の？何のための？全く分かりません。ですがあの状況、あの兵士たち、何もかもがおかしいです。考えられることとしては、ルーク様をどこかに連れ去った輩が私たちにその罪を着せたのではと。そしてそのことを訴えるにも私たちには手段が不足しています。証拠もない状況では、捕らえられたが最後、釈明の間もなく陥れられていたことでしょう。
あの兵士さんたちも罠を仕掛けた側だったとしたら、そうなっちゃうね。ゆえに一度引かざるを得ないと判断しましたが、これからどういたしましょう。あ、見つかった。君たちは？なるほどな。誤解されて追われていると。信じてもらえるかは分かりませんけど。もし君たちが本当に誘拐犯なら、その追手を倒すか脅迫しているのが自然だ。この近くに俺の屋敷がある。ひとまずそこで詳しい話を聞こう。屋敷までは秘密の抜け道があるんだ。そこを抜けよう。俺はアスベル。さあ、こっちだ。ありがとうございます。アスベル様がこの辺り一帯の領主様とは驚きました。道理で地理にお詳しいわけです。アスベル様、助けていただいてありがとうございます。アスベル様ってのはやめてくれよ。アスベルで構わない。そう言われてもさすがに領主様を呼び捨てにはできません。ではアスベルさんって呼ばせてもらいますね。わかった。アスベル様、お帰りなさいませ。今日のおやつは、聞いて驚かないでください、僕特製のスペシャルパフェです。って、失礼しました。お客様がいらっしゃっていたとは。いや、シオ、ちょうどいいところに来てくれた。彼女たちにお茶の用意を頼む。かしこまりました。あ、シェリア様とソフィー様からお手紙が来ておりますよ。医療魔法の研修ももうすぐ終わって戻ってこられる頃ですね。返事書いてくださいね、アスベル様。わかった。さて、それじゃあ話を聞かせてくれないか。嫌だったのよ。ごめん、イリア、大丈夫？ちょっとそこで休憩。カイロはリクロと比べて検問が緩いって話、本当だったんだな。遠回りだったけど迂回してきた甲斐があったね。イリアが落ち着いたらすぐに首都へと移動しましょう。時間は待ってはくれないわ。少し調べさせてみたが、君たちはどうやら軍国派だと思われているようだ。私たち違います。調和派でもどちらでもない、ただの冒険者なんです。一体なんで？オルドレの要人誘拐が原因と言われている。ルークさんの？恥ずかしい話だが、サイランの首都の内情はなかなか複雑なところに来てしまっているんだ。軍国派と調和派の争いは絶えず、何が原因で内乱が起きてもおかしくない状態だった。そこに来てこの騒ぎだ。犯人は軍国派のものだと思っている調和派の連中は、軍国派がオルドレの公使を人質に
侵略を強行すると考えているようだ。このままだと2波が衝突して大きな争いになってしまうかもしれない。そんな、少なくとも俺はそんなことは望まない。まずは首都に行って調和派のリーダーと話をしようと思う。ルーク公使の件と一緒に、君たちは軍国派ではないということを伝えるんだ。ルーク公使の捜索はそれからだ。わかりました。アスベル様、そのリーダーですが、そんな簡単に会えるお方なのでしょうか？それは俺が何とかする。心配しないでくれ。頑張らなくちゃ。こんな大事になるなんてな。うまくいくといいんだが。うまくいかなきゃ戦争ですよ、戦争。軍国派と調和派だけならまだしも、うちとオルドレの戦争にまで発展したら収拾つかなくなりますよ。そうだな。誤解が火種になるなんてこと、何が何でも止めなくては。そういえばシオンさんも一緒に来てしまって大丈夫なんですか？それは俺も危ないからと止めたんだが、聞かなくて。いやいや、アスベル様の護衛と食事の準備は僕がやらないと。ラント家の皆様からいただいたご恩をお返しするまで誠心誠意働かせていただきますよ。あ、でもソフィー様たちならお任せできるかな。ソフィー様？俺の屋敷で暮らしている女の子だ。今は俺の幼なじみと遠出しているんだ。機会があれば紹介するよ。お、門が見えてきましたよ。準備はいいですか？はい、行こう。どうやら首都はこの道をまっすぐ行けばいいらしいわ。やった！着いたら早速ご飯にしましょう、ベアトリス。私も賛成！って言いたいところなんだけど、ちょっとそうも言ってられない状況みたい。あたし船酔いでゲーゲー戻しちゃってお腹空っぽなのよね。仕方ないわ。急速に状況が悪化したサイラン連合国の内政調査の任務の重要さ、さすがに気合い入れないわけにはいかないわ。下手すりゃ他国にまで飛び火する戦争なんでしょ？分かってるわよ。 OK、 戦争回避するため国とギルドの合同任務よ。すっごく頼りにしてるからよろしくね。はい、じゃあルカ、なんか食べるものちょうだい。体に優しいやつ。うん、ちょっと待ってね。ん？スパーダ？さっきから静かだけど、どうかしたの？いや、あそこに見えるのってうるせえ、暴れんな。何すんだ。あの赤い髪のやつ、どっかで見たことあるんだよな。確かに今のはいい一撃ね。今度サイラスで練習してみようかしら。なんで見るとこそこなんだよ。